ムデハル様式の境界ムデハル様式とは、スペインとポルトガルで発展した建築様式で、イスラム建築とキリスト教建築が融合した作りが特徴である。この古称は、アラビア語で、残留者を意味する、ムダジャンに由来する。ムデハル様式は、スペインの建築様式で、レコンキスタの後、残留イスラム教徒の建築様式と、キリスト教建築様式が融合したスタイルである。 特徴は建物の壁面に幾何学文様の装飾を施している。中世にキリスト教徒とイスラム教徒が共存するという環境下で生まれた。アラゴンのムデハル様式の建築物は世界遺産になっている。テルエル大聖堂のドーム、アルハフェリア宮殿ムデハル様式はキリスト教のアンダルシア征服の後にスペイン地域に残ったムーア人が作り上げた様式であった。 ムーア人の中には、キリスト教に改修せず、イスラムの教えを守り継ぐものもあった。12世紀と16世紀のスペインの建築と装飾、特に、アラゴンとカスティーリアの独特的な様式である12世紀と16世紀の、ムーア人の好みと細工の影響を強く受けて、発展していった。ムデハルという言葉は、中世アラビア語の一種、ムダジャール語の腐敗語は、家畜化されたという意味であり、 をを受け入れたものを意味している1492年1月のグラナダの陥落後、ムーア人はしばらくその地位を維持した。しかし、16世紀半ばにキリスト教への改修を余儀なくされ、その頃から1610年に強制追放されるまで、モリスコとして知られていた。この地域の建築や音楽、芸術、工芸などにも彼らの独特のスタイルが見られる。 彼らが追放されてからもなお、スペイン全域、特にアンダルシア地方で、ムデハル様式は存続し続けた。また、スペインでは、ロマネスク、ゴシック、ルネザンスの建築物を建てる際には、イスラム美術の要素が用いられ、時に印象的な結果をもたらした。その影響は17世紀まで続いたという。この様式は、ユダヤ教、イスラム教、 キリスト教の文化が共存していたことから生まれた建築を理解するための技術や方法の強制であった。12世紀にはイベリア半島の建築様式として登場し、主な材料としてレンガを使用することが特徴として挙げることができる。ムデハルは新しい形や構造の創造を伴うものではなく、イスラム教美術、建築の影響を受け、それに伴い西洋文化の建築様式を 再解釈したものであった。イスラム的、幾何学的な特徴が際立って現れたのは安価な材料を用いて成功に採掘された付属工芸品であった。また、スペインではムスリム自身が建築機を催すことがなくなった後も、彼らの貢献の多くはスペインの建築の不可欠な部分として残っている。ムデハル様式はトレドで建築や 装飾のモチーフを適用させたものとして生まれたとされている。また、ムデハル様式はスペインを北上し、レオン、アビラ、セゴビアなどに広がり、レンガ作りのロマネスクと呼ばれるものを生み出すこととなった。ムデハル芸術の中心地は、サハグン、トロ、クエ、ラール、アレーバロ、マドリガル、アルタストレスなどの他の都市に存在し、主にアラゴン、特にテルエルで、 最も発達した。13世紀、14世紀、15世紀の間、多くの堂々たるムデハル様式の塔が、テルエルの町に建てられ、現在に至るまで町の様相を変えた。ムデハルは、初期のゴシック様式と、それまで、後期ロマネスクに頂上されていたイスラムの影響との融合を導くことによって、新しい特徴をもたらした。特に優れたムデハルの例は、 セビリアの16世紀初期のカサデピラトスである。ネオムデュハルトは、スペイン本国とラテンアメリカの16世紀から19世紀の、スタイルの特徴の永続、または復活のことである。その様式は、スペインの闘牛場でよく見られたスタイルであった。ありがとうございます。